はい、こんにちは、ゆきよです。今回はこちらのおもちゃを見ていきます。超合金魂のコンバトラ V フルアクションです。はい、超合金魂のフルアクションシリーズ、変形合体はなしでね、アクションに重視したシリーズとなってます。パッケージ全体を見ていきます。はい、裏面、天面、底、正面はおもちゃの写真と顔のイラストが載ってます。裏面はこのように、多彩なアクションポーズがいろいろ載ってますね。武器も結構充実してるみたいです。はい、こんな感じです。では、早速ね、開けていきましょう。はい、中身のレイアウトはこのようになっております。ブリスターから見ていきましょう。ツインランサーですね。そしてツインランサーをつなぐ、支柱というか真ん中の棒ですね、ここにあります。で、超電磁ヨーヨーにビッグブラスト、アトミックバーナー3つに、こちらビッグブラストディバイダーですね。で、クリスタルカッター、超電磁スピンするときの、手につける部分ですね。そしてエフェクトパーツが3つに、台座の支柱、そして台座本体で、こちらは本体と、背中につけるキタピラが2つ。交換用手首なんかは、台座の中に入っておりますので後で見ていきましょう。そして説明書、今までのフルアクションシリーズと全然違います。今までのフルアクションは、半ピラのコピー用紙みたいなのが入ってただけだったんですけどね、今回面積2倍ぐらいの大きさになっていてフルカラーですね。表紙はおもちゃの写真で、パッと開くとアニメの解説が載っております。うん、この辺は普通の超合金魂っぽいですよね。裏表紙はこんな感じ、身長57メートルという歌詞が出てきそうな感じですね。はい、そして、これブックレットではないですね。1枚の紙を折りたたんだものになってます。中身はこのように、解説ですね、商品の解説、アクションポーズなど、あとは付属品の、説明など載っております。はい、全体こんな感じになっております。では台座の中身も見ていきましょう。はい、このようなブリスターが入っていて、交換用手首ですね、全部で12個ついております。かなり豊富ですね。さあ、そして超合金のおもちゃのレビューといえば毎回おなじみの、重さの実感ですね。今回もそれをやっていきましょうと言いたいところなんですけど、その前にね、こんな入れ物だったっけ今まで。なんか今までのイメージでは、ここに段ボールがね1枚貼ってあるようなイメージだったんですけど、あれ FA シリーズってこんな入れ物だったっけ、今回から変わったんかな。ちょっと前のやつ覚えてないんでね、ちょっと後で調べてみますね。というわけで重さを実感していきます。ん、あ、結構重いね。あ、ずっしりきますね。おもちゃ自体は小ぶりなんですけど、程よい重さがあります。はい、あ、いいね。やっぱりこのおもちゃの重さですよね。これが超合金の醍醐味でもありますね。まあ、昔の超合金と違って、ひんやり感は、ね、ないですけどね、外装はほとんどねプラスチックなんで。ん、ここはこの辺はちょっとひんやりするかな。あ、ちょっとひんやりしますね。ここダイキャストっぽいですね。あ、ダイキャストですね、ここ。はい、足首ダイキャストでできてるようです。そりゃ重いわ。では、キャタピラを背中につけて、クローラーといえばええのに、僕がわざわざキャタピラと呼んでる理由はね、エンドコーナーで話したいと思います。はい、これで本体は完成です。はい、それではまずは一周見ていきましょう。ぐるーっと超合金魂フラクションコンバトラー V の全体はこんな感じになっております。はい、はい、それでは近くで見ていきましょう。まず足の裏から、足の裏はこんな感じですね。でね、足の裏のこの辺はプラですね。そして、このタイヤはダミーです。コロとかはないですね。で、足首のこの辺ですね、この辺一体、この辺ね、ダイキャストでできてますね。はい、足首周りはこんな感じ。そっから上の部分ですね、全塗装になっております。この辺ちょっとねツヤがあって金属っぽく見えますが、この辺は全部プラでですね。はい、プラで塗装済みとなっております。この辺も全部そうですね。今見えてる部分はほぼプラですね。そしてこういう関節部分ですね、ここダイキャストですね。はい、うん、ダイキャストですね。
で腰回りはどうかな。腰回りもね、プラですね。腕もプラ。うん。外装は全部プラですね、やっぱり。内部には、このようにね、金属パーツが見えております。はい。そして、ここもですね、金属パーツ見えてますね。胸回りはどうだろう。あ、ここ。ここ、ダイキャストですね。うん。この青い部分ですね。赤い部分はプラですね。はい。もうちょっと上の方。あとは肩周りや、顔周りですね。はい。全体のディテールはこんな感じですね。近くで見ると、うん、ディテールがわかりやすい。はい。こんな感じです。うん。フルアクションシリーズ、毎回これ言うてることなんですけどね、すだちで立たすとね、そこまで、バリってないように見えますよね。これは僕だけでしょうかね。うん。いや、この時点ですでにバリってるだろうって言われたら、まあ、それちょっと多分僕と感性が違うということなんでしょうけど、うん。こうやってね、すだちで立たさせるとね、結構おとなしいんですよね。確かにこの辺とか、かなりね、アレンジ入ってますけどね。腰回りとか太もも回りとか。まあでもね、予想以上に、いつもの、毎回のフルアクションの感想なんですけど、思ってたよりかは、おとなしい。フルアクションシリーズの面白いところは、すだちだと結構ね、プレーンな感じの立体物に見えるんですけど、これをね、いざ、ポーズをつけるとね、やたらとバリバリに見えてくるところが面白いところですよね。うん、こんな感じで。もうパッとね、適当にポーズつけただけで、だいぶ印象が変わってきますよね。まあ今適当にパーッとポーズつけたんですけど、だいたいこんな感じになりますね。はい。だいぶ印象違いますよね。では、可動範囲を見ていきましょう。頭部ですね。頭部はね、ダブルボールジョイントですね。頭の付け根と首の付け根。両方ともボールジョイントが入っています。このようにかなり自由に動きますね。回転も可能。そして、肩ですね。本体側の肩のユニットがこのように45度ぐらいまで上がりますね。はい。で、それ以外にも、こちらの肩の方ですね。こちらもスイング機構が入っております。そしてね、この肩の出っ張ってるユニット部分ですね、スイングに合わせてこのように動きます。あ、顔が当たりますね。はい。で、肩の部分と、本体側の肩の部分と両方合わせて動かすと、だいたいこれぐらいまで上がりますね。はい。で、ちょっと今出てますけど、これ引き出し関節ですね。前の方に、このように引き出せるようになっております。こんな感じですね。で、肩の付け根はボールジョイント。ここダイキャストですね。そして肩の下の部分でロール。肘は、はい、二重関節でこれぐらいまで曲がりますね。胸の下は、隠しジョイントというか、このように伸びるジョイントがありますね。伸びた状態で、はい、ちょっと不自然ですけどね、こんな感じになります。で、付け根はボールジョイントですね。ここ自由に動きます。それ以外にも、前方向に曲げる関節。最大で、これぐらいまで曲がりますね。まあこれちょっとやりすぎですけどね。後ろ方向。後ろ方向はこんな感じになります。はい。これもちょっとやりすぎですね。はい。まあこれはやりすぎなんですけど、適度にジョイントを伸ばして、こんな感じでね、曲げるようにできます。前方向とかね。後ろ方向とか。まあ、これぐらいなら目立ったんかな。そして腰の付け根ですね。こちらもボールジョイントになっております。はい。回転も可能ですね。そしてサイドアーマーですね。サイドアーマーはこのように、後ろですね。リアの方にボールジョイントで接続されております。はい。ここですね。そして、フロントアーマー。フロントアーマーは、上方向にこのように上がります。で、背中のキャタピラは、ボールジョイント接続ですね。自由に動きます。ちょっとね、サイドアーマー取った状態で、股関節ですね。ダイキャスト部品でこのようになっております。前方向に動かしてみましょう。クランク状にね、前方向に足が伸びます。こういう感じですね。はい。真横まで上がりますね。いや、もっと上がるか。いや、これぐらいが限界ですね。はい。そして、後ろ方向。後ろ方向は、まあ、リアアーマーがね、動かないので、これぐらいですね。そして、開脚。開脚方向は、ちょっとね、真横までは上がんないですね。
ギリギリまで上げて、これぐらいですね。はい。そして膝二重関節ですね。このように曲がります。これもね、正座まではいかないですね。はい。最大で曲げてこれぐらいで、足首はまずはね、引き出しジョイントですね。よ、はい、このように引き出せます。そして前方向、そして後ろ方向はこれぐらいで、ここですね、ボールジョイントになっております。なので接地角も OK ですし、自由に動きます。ではオプションパーツ類を見ていきましょう。まずはですね、この煙エフェクトパーツですね。これを腰アーマーに取り付けます。はい。そしてコンバトラー自体もね、ちょっとポーズを取らせましょう。まあ、こんな感じでしょうかね。はい。そしてビッグブラストですね。ビッグブラストを取り付けます。これで、ビッグブラスト発射形態ですね。そしてビッグブラストディバイダーの方ですね。ディバイダーの方は同じようにこのように取り付けて腰へセット。これでビッグブラストディバイダーも再現可能ですね。さらにディバイダーの方は弾頭部分を交換して展開状態ですねにすることができます。これも取り付けは一緒ですね。はい、こんな感じになります。次は、ツインランサーですね。ツインランサーを持たせるときは、こちらの穴開き手首ですね、こちらに逆手持ちさせて、反対側も一緒ですね。そして、拳を交換します。2本のツインランサーは、中間のこの部品を回することによって1本にすることができます。こういう状態ですね。持たせるときはこの状態で拳に通して、反対側からはめる感じですね。次はアトミックバーナーですね。まずはショーから。ショーのアトミックバーナーは、左右の拳に取り付けます。台の方は、左右の拳に同時に取り付けます。次は超電磁ヨーヨーですね。ヨーヨーと黄色のエフェクトパーツですね。こちらをつなげます。でこのエフェクトパーツがね、かなり細いです。尖っている上に細いのでね、これ破損注意ですね。結構簡単に折れるそうですね。軟質じゃないですね。普通のクリア素材です。反対側も同じように取り付け。そして、拳はこちらですね。平手の真ん中にジョイントがあるやつですね。これを取り付け。はい、手首に取り付けるとこんな感じになります。最後はクリスタルカッターですね。こちらもビッグブラスト同様に両の拳に取り付けます。はい、この状態で突っ込んでいくのが超電磁スピンですね。大きさはペットボトルと比べるとこれぐらいです。144分の1のガンダムと比べるとこんな感じです。
ミニアクションシリーズのコンバットアラーと比べるとこんな感じ。発売中のフルアクションシリーズをすべて並べるとこんな感じです。はい、というわけで今回の動画は超合金超電磁ロボコンバットラー V フルアクションの紹介でした。いや、このシリーズもね、ここまで揃ってくるとやっぱ爽快ですよね。実際の設定の身長差とはね、全然違うんですけど、やっぱりね、同一フォーマットでこうやって並べるとね、いや、これ集めててよかったと思いますね。はい、まあいろいろ賛否両論のあるフルアクションシリーズですけどね、今回もね、触ってみて思ったことは、やっぱりね、フルアクションシリーズ安定はしています。まあ見た目がちょっとバリってるんでね、70年代のロボにここまでのバリはね、やっぱ一般的に望まれてないかなっていう印象はありますけどね、まあ、触ってみるとね、あんまり気にならないっていうところはありますね。だからね、触らないで、どうこうっていうのはちょっともったいない気がしますね。ただでもやっぱりコンバトラーもね、もう現時点で、まあ大体 40% オフぐらいにまで値段落ちてるんでね、やっぱり世間一般の印象としては、70年代ロボットにバリはあんまり求められてないのかなっていう気はしますね。80年代、90年代のロボットはね、バリバリに、バリってもらっていいんですけどね。70年代はね、ちょっと合わんかなっていう気はやっぱりしますね。で、次のイデオンなんですけどね、かなりアレンジが控えめになってますね。アレンジ控えめで、劇中に近いイデオンのデザインで、さらに、アクションがね、できるモデルということなんでね、次のイデオンも予約してるんで、まあ、届いたらね、すぐレビューしたいと思います。今回ちょっと遅れましたけどね。まあ、そんな感じで今回のコンバトラーはね、40% オフとかになってるんで、気になった方はね、手に取ってみてもいいんじゃないでしょうかね。結構お得だと思いますね。あ、そうそう。あとはキャタピラの話ですよね。クローラーのことを僕が頑なにキャタピラって言うてる理由はですね、レビューとかでね、キャタピラって言うとね、キャタピラ警察が来るんですよ。キャタピラは商標だからね、クローラーって言いなさいっていう風にね、警察が来るんですけどね、最近なんでそんなにキャタピラ警察が増えたんかなと思ったらね、あ、わかりましたね。あの、花高とかいうしょうもない番組で、それの説明をしたそうですね。余計なお世話だと。というか、キャタピラ警察の人って、クラクションのことをちゃんとホーンって呼んでるんでしょうかね。クラクションは、イギリスのクラクソンの登録商標ですからね。クラクションじゃなくて、ホーン、もしくは警笛と呼びましょう。あとはね、ウォッシュレットもね、そうですよ。ウォッシュレットもね、TOTOの商標なんでね。キャタピラ警察の人はウォッシュレットのことはちゃんとね、温水式洗浄便座と呼んでください。あとはね、ホッチキスですね、ホッチキスも商標なので、キャタピラ警察の人はね、ちゃんとホッチキスのことはね、ステープラーと呼んでください。はい、今回の動画はそんなところですね。これ以外にもおもちゃ、プラモデル、フィギュアなどがいろいろ上げておりますので、よかったらそちらの方も合わせてご覧ください。では次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。ゆきよでした。